こちらでお抹茶普段立ててるんですけども、はい、ぜひ桃田さんにお願いしたいなと思って。私のために抹茶を立てていただけるということで。そうでした。立てたことありますか？茶道部に、はい、必然的になんか入るっていうのがあって。あ、そうなんですか。茶道部だったんですか？はい、で、なんかあの資格。あ、それは私は分かったよ。一番最初の。あ、そしたらもうでもちょっともうそれも10年以上前だったし、はい、もう一から教えていただいていいですか？ぜひ。はい。でもね、やっぱ茶畑のシンデレラだから、ね、立てられた方が絶対いいもんね。はい。ちょっと周りに美味しい、もうせっかくなら美味しい、ね、お茶をいただける。お願いします。はい。